はい。湘南の慢性腰痛専門整体院かつ院長の勝です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい。本日はですね、筋トレなんてしないで腰痛をなくす方法についてお話しさせていただければと思います。はい。前回の動画でですね、ちょっとあの過激な発言をさせていただいたんですけども、はい。まあ、筋トレをしてください。 病院だったりとか整骨院だったりとかそういった治療院の先生にですねあなたの腰痛は筋トレして治しましょうそれなりに時間がかかりますけど痛いだろうけど筋トレしてくださいっていう割れた瞬間信用しないでくださいっていうお話を前回させていただいたんですけども、はい、筋トレはですねあのその発言は逃げの発言ですからその先生は信用しないでください、はい、その意見は私は常に持っていますでそこの、 理由ってていいうところをですね今日説明させていただきま,す、はい、まずですねまずそもそもなんですけども例えばですねじゃあ腹筋腹筋を鍛えましょうっていうふうに言われたとするじゃないですかよく言われますよね腰痛の人は腹筋が弱いから腹筋を鍛えましょう、まあ、アウターマッスルでもインナーマッスルでも何でもいいです腹筋を鍛えましょうって言われた 時にですねまず考えていただきたいのはあなたの腰痛の原因が本当に腹筋から来てるのかっていうことがまず検査してそれを究明してですね確定させないといけません、はい、なのでお腹の筋肉が弱いからあなたの腰痛が起きてるのかっていうことが本当に確かであるならば。 まずそれがないと何も始まらないんですけどもそれをなのでその先生がちゃんと検査してるかなんですよ痛みが取れないかったりとかなんかレントゲン取っただけでじゃああなた骨には異常ないから筋肉鍛えてくださいっていう風に言われたのはすごく浅いんですねしっかりその筋肉に対して検査をして腹筋がちゃんと効いてる状態で動いたら腰が痛くなくなったとかそういう状態であなたの お腹の筋肉がが弱いから今腰痛が起きてるっていうことを確定診断するでしたら別ですけどもすごく浅い状態で逃げの発言でお腹鍛えてくださいっていうのはまずあのそれはダメですよねはいそれは置いといてですね次の段階としてお腹の筋肉がしっかり効けばその方の腰痛がなくなるとしましょうはいっていうのが 違います。はい。それも違うんですね。じゃあ何が、何をすればいいかというとですね、その筋肉を緩めてあげればいいんですよ。はい。この考え方って皆さんですね、ちょっと理解しづらいかもしれないんですけども、筋肉の特性っていうのをですね、今日理解していただければと思います。はい。筋肉っていうのはですね、骨と骨の間についてるんですね。 はい骨骨と骨例えば、ですねこれちょっと肘関節肘ですね、肘肘関節の例えば上腕二頭筋という筋肉がありますね、この力こぶでこうやってこうやって出るこの筋肉ですね、この筋肉っていうのはですねこう肩の方からこうついて、肘のここについて肘の前腕ですね。 こういったところについて関節をまたいでますよね。で、縮めばぐーっと硬くなって肘を曲げていくわけじゃないですか。はい。なので筋肉っていうのは基本的に短くなれば筋力を発揮するっていうことがわかりますよね。こうやってついてるわけですよ。はい。こうやってついているのが短くなる。 短くなることによってちょっとタオル使いますけども筋肉があってですね短くなる短くなることによって筋肉っていうのは力を発揮するわけですよねはいそこでですねじゃあ腰痛の方でもしお腹の筋肉がですね効いてない状態弱い状態筋力が弱い状態ですね筋肉の力が弱い状態っていう方はですね どう考えればいいかというと、筋肉がですね、縮んじゃってるんですね。要は、疲れてるんですよ。疲れてる。疲労ですね。はい。それはな、どうすればわかるかというと、筋肉が硬くなってる状態ですね。触ったらなんかこう、張ってるとか言いますよね。こり、こりが出てるとか。それって、筋肉が短くなってます。短くなった状態で固定されてるわけですよ。そこで、 じゃあ筋肉っていうのはですね、ここで力を発揮しようとするとですね、筋肉っていうのは先ほどお伝えしたように、短くなることによって力が発揮できますよね。で、初めから縮んでる筋肉っていうのは、これ以上縮めないですよね。はい。縮めないっていうことは、筋力が弱い状態、筋力が落ちてる状態っていうことがわかりますよね。はい。わかりますかなので、例えばこの方のこの上腕二頭筋がですね、 10あるとしましょう筋力1010 10あるとします、はい、で疲れてる状態っていうのはだいたい4とかじゃあ3まで下がってるとするじゃないですか3から4に下がってる3から4に下がってる人がですね例えば先ほどお腹の筋肉っていうふうに例えましたけどお腹の筋肉で10ある人がですね3から4に下がってる状態で例えば 腹筋の運動をしして鍛えましょう。3とか4しか働けない状態で筋肉を鍛えてですね要は筋力アップっていうのはこれを12とか13にしたいわけじゃないですか10を12から13にしたいわけですよねそれで34の状態疲れ切ってる状態で12とか13にできますかってことなんですよそう考えたらですねできないですよねなのでまず10にしてあげなきゃいけないんですよ 3から4の状態を10にしてあげないといけませんですよねなのでその10にする方法っていうのが要はこういうふうになってる筋肉をですね緩めてあげればいいんですね硬くなってる筋肉を緩めてあげるんですまあ本当にあのその筋肉をそれこそ押してあげたりとかマッサージしてあげたりとかストレッチかけてですね縮んでるのをグーって伸ばしてあげたりとかしてこの縮んでる状態をまず なくしてあげますある程度のこう張りがある状態ですねグーって固まってる状態じゃなくてある程度張りがある状態で張りがある状態から縮むっていう動作ができることによって筋肉筋力っていうのは発揮できるわけですねこの状態で固定されてれば動かないですよねちょっとしかでもこの状態からこう動くから力が入るわけですよでも 逃げてる。逃げの発言をしている方たちは、この状態の人たちに筋トレして12、13に上げてくださいっていうふうに言ってるわけですね。それっていうのはナンセンスですよね。はい。なので、まず10にしてあげるんです。っていうの,の方法として、この硬くなってるのを伸ばしてあげたりとか、硬くなってるのをちょっとこう、押してあげてほぐしてあげたりとかすれば、10の状態になるわけじゃないですか。そうすれば、前回の動画でもお伝えしましたけど、3、4の人が、 12、13にするっていうのはその先生たちも言うと思いますけど2、3ヶ月見てくださいって言うんですよ。はい、でも3、4の人を10にするっていうのはその場でできますよね。緩めててあげれば、筋力って実際上がります。私も痛みだけの治療ではなくてですね、例えば足,が足を速くしたいとかボールを速く投げたいっていうあのスポーツ選手に対してですね、例えば足が速くなるあ速くするために、 この股関節の前の筋肉ですね。お腹の筋肉とか股関節の前の筋肉を緩めてあげます。緩めてあげれば、さっきこの凝り固まった状態から伸ばしてあげれば、筋力が元に戻るじゃないですか。疲れてる人っていうのは10ある筋肉の,筋力の中で5とか6しか使えないんですよ。そこからトレーニングして急にタイムが上がるってありえないですよね。でも、この状態を 緩めた状態、張りのある状態にすれば、その場でタイムって上がるんですよ。はい、っていうのが、こういう考え方です。筋肉が疲れた状態でトレーニングしても上がらないですけど、筋肉が疲れてる状態を取ってあげれば、その場で筋力なんてガンって上がるんですね。数字的にここから3とか4から10になるってことは、6とか7がですね、その場で上がるんですよ。トレーニングで考えたらありえないですよね。でもそういった 的確な施術をすすればですね、その場で筋力っってて上がっていくわけです、はい。こういった考えをですね皆様理解していただいて腹筋を鍛えるではなくて腹筋を疲れてる状態をなくしてあげた方が筋力がツンと上がりますからその場で痛みが取れてしまうっていうことになるんですねなのでやはりですねもし、えー、腹筋を鍛えてくださいお腹を鍛えてください あなたの腰痛は腹筋を鍛えないと良くなりません。って言われた人は信用しないでください。はい、本日はこれで以上になります。そうですね。まあ、腰痛でお困りの方ですね。そういったお悩みあればですね。メールでの無料相談を行っていますので、下にリンク貼っておきますので、あのお気軽にご相談ください。無料でお答えいたします。またですね。腰痛改善のためのヒントだったり、アイデア日々発信しておりますので。 チャンネル登録ぜひしていただいてお見逃しないようにしていただければと思います、はい。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。